活動火山対策特別措置法は火山噴火に対応した避難施設及び防災への施設等の整備、火山灰の除去などを定めた日本の法律である。略称は活火山法。昭和53年法律第29号による改正前の題名は活動火山周辺地域における避難施設等の整備等に関する法律。 1972年に発生した鹿児島県の桜島南岳の噴火による大量の荒廃や噴石による被害を契機に制定された。火山の爆発その他の火山現象により著しい被害を受けまたは受ける恐れがあると認められる地域等について避難施設。 防災への施設等の整備及び後輩除去事業の実施を促進すると特別の措置を講じ、当該地域における住民等の生命及び体の安全ならびに、住民の生活及び農林漁業、中小企業等の経営への安定を図ることを目的としている。避難施設緊急整備、後輩除去、火山現象の研究観測体制の整備などを規定している。 また、火山ごとに火山防災協議会を設置することとなっており、都道府県及び市町村に設置が義務付けられている。活動火山対策特別措置法第3条に基づく火山災害警戒地域は49火山が指定されており、火山及びその対象の都道府県、市町村は2021年5月31日現在以下の通りである。ありがとうございます。